コロナもどんどん増えてきたわねー。どんどん増えてきてとうとう GoTo トラベルも中止になったな。都会の喧騒を離れた、日本ならではの場所で日頃の疲れを癒したいんだぜ。それならいい場所があるわよ。あるのであります。うわ、びっくりした。ちょっと、いきなり驚かせないでよ。今回は、日本の原風景とも言われる、白川郷、五箇山の合掌造り集落、を紹介するのであります。1995年に登録された世界文化遺産よ。日本で初めて世界遺産が登録されたのは1993年だからすごく古株よね。時系列的には、京都の次、厳島神社、原爆ドームの前ってことになるわ。厳島神社より早く登録されてるってだけで大御所感が半端ないわね。アニメのエンディングに出てくるキャラクターと声優の順番だと、主役級が最初の方に出てくるものね。大山信代、法隆寺、野沢雅子、姫路城、山寺宏一、京都、と来て、高山みなみ、林原めぐみ、白川、五箇山、がやってきた感じかしら。その例えはよくわからないんだぜ。しかも声優ネタは荒れやすいから気をつけるんだぜ。脱線しましたが、白川郷、五箇山の合掌造り集落の概要説明であります。岐阜県大野郡白川村にある白川郷と、富山県南砺市にある五箇山の合掌造り集落群であります。岐阜県白川村の荻町集落、その少し下流、富山県南砺市の菅沼と愛の倉の3つの集落を指し、何頭もの家屋がまとまって残り、いずれも良好な状態で維持されていることが評価されたのであります。冬には大量の雪に見舞われ、夏でも周囲を取り巻く高く険しい山々に外界との交流を阻まれたことから、平家落人伝説も語られています。また源平物の話が出たわ。なんか、世界遺産ってほとんど源氏平氏の話が関わってそうなくらいよね。たまたま、ここ最近紹介した世界遺産に平安時代から鎌倉時代のが、固まってただけだと思うんだぜ。合掌造りの住宅は、最盛期とされる明治中期で2000棟弱、その後、ダム建設などが始まるにつれ次々と姿を消し、今で柱川郷の荻町集落で59棟、五箇山の菅沼集落で9棟、愛の倉集落で29棟にまで減ってしまったのであります。非常に貴重な伝統的家屋の密集地帯だったのに、時代の流れとともに減っていってしまったのね。ところでその合掌造りってのはどんなコンクールなのかしら。霊夢、それじゃ屋根裏から翼をくださいが聞こえてきそうなんだぜ。合掌じゃなくて、合掌なんだぜ。合掌造りっていうのは、両手を合わせて合掌しているように見える形のお家のことよ。世界遺産推薦時には、小屋内を積極的に利用するために、作備構造の切り妻造り屋根と下かやぶきの家屋、と定義しているわ。ああこれね、見たことあるわ。この特徴的なお屋根のおかげでビジュアル的に、ザ、古き良き時代の日本って感じを連想させるもの。後の時代に建てられたものはその屋根が急勾配になっているようなのであります。屋根の勾配を急にしたことは、屋根裏に2層もしくは2層の空間を確保することにつながり、豪雪塀の対策以外に養蚕業にとっても都合が良いものであったのであります。屋根裏部屋での作業ねー、きっとお仕置きや折檻も行われていたんじゃないかしら。大家族が住んでいたみたいだし、霊夢は昼ドラ飲みすぎなんだぜ。傾斜が急なのは、豪雪による雪下ろしの作業軽減など、他にもいろんな要因があるみたいよ。1階部分が雪で埋まっていたら、2階の窓から出られるようにしている。ってのも見たことあるわ。昔の人の知恵を集結してできた家なのね。かやぶき屋根の吹き替えは、30年から40年に一度行われるのであります。この吹き替え作業は地域住民の共同作業で行われて、この仕組みは、ゆえ、と呼ばれているのであります。そして、この集落のすごいところは、住居の作り方だけでなく、その配置にもあるのよ。この写真を見てほしいんだけど、白川郷の家屋は、屋根の平部分が南北側に向いているの。これは太陽の光を長時間当てて雪が早く溶けるようにと、夏は白山から吹く風の通り道になるように計算されているそうなの。確かに、両側が山に囲まれている村だけど、谷のカーブに合わせて家の向きもそれぞれカーブになるように統一されているんだぜ。谷を吹き抜ける風が、屋根の間をちょうど吹き抜けやすいように、
家が配置されているのね。恐ろしや先人たちの知恵、自然の風すらも操作してしまうなんて、まるで風の谷ね。ナウシカはいないみたいだけど。次に世界遺産への登録の経緯であります。1992年、平成4年に世界遺産の暫定リスト入り。育児休業法が施行された年なんだぜ。日本政府は推薦理由として、日本の木造建築群の中でも極めて特異な要素、すなわち急勾配の屋根、屋根裏の積極的な産業的活用などを備えていることや、そのような集落がそれを支える伝統的な大家族制などとともに希少なものになってきており、保護の必要性があることなどを挙げていたのであります。確かに近代化が進むにつれて合掌造りの家も減ってきているわね。人口も減ってきて共同作業で屋根の吹き替えも難しくなるし、保護の観点から世界遺産に推薦というのは理解できるわ。ある意味文化財保護法や宗教上の理由から守られるであろう神社仏閣よりも、世界遺産登録にふさわしいものかもしれないわね。日本って文化財保護法に登録されているものって宗教施設がほとんどで、住居に関するものって少ないのよね。世界遺産は推薦にあたって国内、国外の類似の物件との比較研究を行う必要があるんだけど、推薦にあたって、他の物件との具体的な比較は示さなかったらしいわ。日本にこれだけの特殊な構造の住居の集落が集まった例なんてないから比較のしようがない気がするけど、それでも、ブルーノ・タウトの評価などは引用してたみたいよ。ブルーノ・タウトっていうのはドイツの建築家で、この人が1935年に白川村の合掌造りを見て絶賛し、価値を認識させたそうなんだぜ。ブルーノ・タウト曰く、これらの家屋は、その構造が合理的であり論理的であるという点においては、日本全国を通じて全く独特の存在であるとのことであります。海外の方に評価されて初めて価値に気づいていくわけね。そしてこの時の証言が、合掌造り集落が持つ顕著な価値の証明としてそのまま引用されて世界遺産になるなんて、なんだかロマンを感じるわ。1995年、平成7年12月にベルリンで行われた第19回世界遺産委員会で、世界遺産への登録が決まったのであります。人が住み続けている村落で世界遺産に登録されたのは、北東系、ハンガリー、1987年、ルコリネツ、スロバキア、1993年、に続いて3件目だったそうよ。世界遺産って、歴史地区とか、点在する宗教施設をまとめての登録は多いけど、確かに住居、集落の類って少ない気がするわ。人が住んでるならなおさらね。世界遺産の登録基準は、文化遺産の登録基準1から6のうち、4と5が適用されたのであります。4は建築物群、技術の集積または景観の優れた例、5は伝統的集落、土地利用の一環の例、という基準になるわ。このうち、5は日本だと石見銀山しか適用されてないレアな基準よ。次に、それぞれが適用された理由であります。4、これらの集落が、その環境や社会的、経済的存在理由に完璧に適応した伝統的集落の顕著な例。5、1950年代以降の日本の急速な変化の中でも残存したという点で、彼らの長い歴史の精神的、物質的証拠を保存している。彼らの長い歴史の精神的、物質的証拠を保存している。まあ納得がいくわね。今回のは文化文明に関するものではないけど、土地の特徴をうまく利用した伝統的な建築物群ってことね。そうなんだぜ。ぜひ行ってみたいものなんだぜ。もちろん世界遺産になってからゴミの問題も発生しているみたいなので、きちんとゴミは持ち帰って地元の住民にも迷惑をかけないようにしないといけないんだぜ。なんだか世界遺産になるとゴミの問題がセットになっているようね。他国の世界遺産に落書きをする人もいるみたいだし、せっかく世界遺産に登録できたんだから、顕著な普遍的価値を維持できるように、配慮して観光しないとね。それでは、ご視聴ありがとうございました。